皆さんこんにちは。ポケットから取り出したイヤホンが絡まっております。なかなか絡まりが取れない。このチャンネルでは私が過ごす日常の様子を毎日アップしております。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、このように片手でカメラを回しながら片手で絡まりを取ろうとしているので厳しい状況と、信号が変わってしまいましたので渡りました。はい、絡まりは相変わらず絡まっている状況ですが、どうしましょう。片手でカメラを回しながら左手で絡まりをこのようにほぐすのは至難の業なのではないでしょうか。どんどん状況が悪くなっているような気がします。前を見ないと危ないということもありますので、一旦立ち止まって、この絡まりを取るようにしましょう。はい、このようにイヤホンの絡まりが治りました。一旦立ち止まって両手でしっかりと絡まりと向き合ったことにより、無事このようにイヤホンが復活しております。やはり片手間で何か物事をやろうというのは良くない。しっかりと、今向き合っている困難に立ち向かうことが大切だ。そのように絡まったイヤホンが私に教えてくれたような気がします。なくしたエアポッツは相変わらず羽田空港にあるというふうに、出てしまいますが、そろそろこの有線のイヤホンにも限界を感じております。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いします。